長野赤十字病院の骨髄移植センターは今年開設20周年を迎えました。これを記念して第18回がん診療市民公開講座が開かれ、慶応義塾大学医学部の岡本教授による血液がんに関する特別講演のほか、骨髄移植センターの歩みと現状が紹介されました。長野赤十字病院骨髄移植センターは1998年に開設されました。もともとは血液がんに対して抗がん剤治療だけでは治らないようなものに対して移植というものが必要なんですけれども、長野県で十分なその移植医療を提供していくために、当時県外にもかなり患者さんをお願いして移植していただいていたという状況がございましたので、長野県でしっかりした移植をできる施設を、作っていこうということで移植センターが作られたという次第ですね。もともとは最初40年ほど前ですかね、骨髄移植ということで始まりましたけれども、造血幹細胞というのは骨髄の中にしかないというふうに考えられてたんですね。でそれが実は末梢血中、血液中にも少し流れ出したりたりとか、それからその細帯血といってへその緒の中にもたくさん含まれているということが分かってきまして、末梢血幹細胞移植という方法が開発されたり、そして今は細帯血ですね、これまで捨てられていたものをですね、利用させていただいて、それを治療に用いるということで、全てを含めて今造血幹細胞移植という言い方になってきておりますね。普通の抗がん剤治療がどうしても大量の抗がん剤が投与できないのは、造血幹細胞というものが全てダメになってしまうと患者さんはその生きていけなくなってしまいますので、その代わりに大量の抗がん剤を使って自分とか他人から正常の造血幹細胞をいただくと、そういった発想で始まってきた医療なんですね。現在県内4つの病院で実施している成人における移植のうち、長野赤十字病院では年間40件余りの移植が行われており、県内における中核的役割を果たしています。今他のがんの領域もそうなんですが、血液がんについてもですね、いろんな新薬というのが開発がものすごくされています。移植医療というのはその、全体の治療体系の中から見たら一つの、ね、選択肢ではあるんですけれども、ぜひ皆さんが希望を持たれて、主治医と相談しながら、治療を受けていっていただければなというふうに思っております。